はい、皆さん、こんにちは。今日もドーンオブディファイアンスやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちら、新しい拠点の方を作って、ついに金属使うやつを、作れるようになりましたね。で、武器、防具などもこちら作れるようになりましたね。まあ、今日は徐々に、変えていきたいなと思っています。まず、ちょっとツールから作っていきましょうかね。コッパー系、銅の方は作れるので、まあ、銅のブレードを持ってるやつ、そして木の方はソフトウッドですね。他のやつはないので、これで作らないといけませんね。はい、ということで、一応、斧の方は銅のやつを作っていきましょう。あと、もう一個、こちらの、採掘するやつも作れますので、こちらも作っていきます。よし、これで紫色の道具にとりあえずなりますね。ちょっとだけ強くなった。こっちのダメージが7に対して、今回の銅のやつは10ということで、まあ、若干ですが強くなりましたね。で、いらないやつどうしようかな。ちょっと置いていきましょうか。金属系ここに置いてあるので、まあ、ちょっと今箱ないので、一緒に置いておきます。あとはどうしようかな。武器とかもなんか作れるようであれば、武器、防具ちょっと作りたいなと思いますが、銅の、そうか、銅があればとりあえずは作れるのか。アーマー系も作れる感じか。はいはい。ということで、まあ、ちょっと銅の鉱石をいっぱい取ってこないとダメだということがわかりましたので、肉も焼いてと。ちょっと銅を作りながら、ちょっと探検の方していきましょうかね。とりあえず、鉱石はここに置いておく。24なんで、なんかは作れるかな。槍ぐらい作っていきましょうか。はい、これで槍の方も新しくなりましたね。で、攻撃力が30のところが45になったということで、1.5 倍。強くなったよと。で、なんだっけ。あ、そうだ。槍を片付けていくと。肉もちょっと置いていきましょうかね。食べ物あるので、まあ問題はないと思います。穴系はまあいらないかな。ロープもちょっとだけ置いていきましょうか。さあ、これでちょっと行きましょう。肉と食べ物は大丈夫ですね。で、現在、ここなので、まず北側の方からちょっと見ていきましょうか。この山がなんかちょっとまだ行っていないので、なんかがあるのかもしれない。まずは回り込んで、どんな感じかちょっとずつ見ていきましょうかね。どこら辺まで登れるのかな？あ、やばいやばい。スタミナがなかった。ということで、こちらから徐々に行ってみましょう。周りは特に道はあるけど、変わったものとかはなさそうですね。洞窟とかが、ひょっとしたらあるのかなとは思ったんですけど、洞窟もない感じかな？洞窟とかはありませんね。で、マップは横側か。もう、ああ、鉱石ありますので、鉱石ちょっと取っていきましょう。はいはいはい。ああ、で、こっからちょっと登れるような感じか。一旦登ってみようかな。で、鉱石をまず取ろう。これは何だろう。これ見たことある。あ、ちょっと待って、狼っぽいのがある。アイロンか。鉄か。そして狼さんがいますね。とりあえず、鉄は初めてかな？鉄はまだ見たことがなかったですね。まあいいや、取れるときにしっかり取っておこう。よし。で、先制攻撃していきましょうか。よいしょ。はい、倒した。あ、当たらなかった。よいしょ。はい、OK。強さは前のやつと変わったではない感じかな。はい、とりあえず、狼ゲット。食べ物がありますからね。あれ、もう一匹どこ行ったんだ？そっか、消えた。まあ、いいか。はい、ということで、ここから少し山の方に登ってみま、あ、ちょっといる？よいしょ。
はい、オッケー。槍が強くなってるから、結構楽でしたね。あ、やばい、日が暮れてきた。で、ここが山のところか、右手の方に目指すべき場所なのかな？こっちの方に行きましょうか。よし。で、上からいろいろ地形を見ていって、なんか珍しそうなのがあれば取っていきましょう。鈴がまだ見つか、あ、なんか、光ってるやつがある。ちょっと待って。一旦ここで止まる。あっちに、ああ、宝箱ですね。宝箱。あ、そして鉱石もあるのかな？鉱石もありそうな感じだ。さあ、これですね。これはなんだ？これも鉄か？さあ、掘ってき、ああ、鉄ですね。アイロン折れなので、鉄。OK。まあ、新しい鉱石とかはかなり必要ですから、徐々に取っていきましょう。敵はいない。OK。さあ、宝箱の方開けていきます。おっと、なんだ？スティールアローレシピ。おお、もう、鋼鉄か。ここまだ早いのかな？ひょっとしたら北は鋼鉄なので、まだ早いのかもしれない。ちょっと待ってよ、なんかある。神殿っぽいのがあるのかな？ちょっと一旦覗きに行きましょうか。ちょっと待ってよ、ズボンが、ズボンこんなズボンだっけ？さあ、ちょっと暗くなってきたので、本当は帰りたいところですが、一応覗くだけ覗いていきましょうか。で、鈴があると一番ありがたいんだけどな。こちらがでっかい、もう、あ、なんか上にもあるな。紫色のがいっぱい飛んでる。ちょっと上登ってみよう。はい、こちらは飛んで登る。うわ、なんかいる。これはなんでここに飛んでんだろう。さあ、ちょっと弓矢で落としてみよう。落ちたのは、今まで大して変わりはなさそうですね。これ襲ってこないんだよね、きっと。さあ、ちょっと落ちたやつも拾っていきましょうか。ダストか。変わりなくダストですね。よし、もう一個上にも敵がいる。ああ、やばいな。これ暗くなってきたが、ゴブリンとかが出てくるか。ああ、やばい。なんかいる。こんなやつもう出てくるの？チャンピオン。チャンピオンが出てくるようになってしまいましたね。いや、マジか。後ろから来てないよね。ゴブリンが来たら終わる。つついてと。よいしょ。つつきまくりましょう。これはポータルの時に一度戦ってるので、そこまで。あ、何これ。こんなあったっけ？よいしょ。全然覚えてないぞ。ポータルの時戦ったのとほとんど一緒かな。なのでそこまで強くないですね。OK、初見じゃないので、OK、倒す。チャンピオンが普通に雑魚敵として出てくるのか。はいはいはい。とりあえずここでダストも取っていくか。はい、マップだと今ここです。ああ、これ、この門でこの、あれか。鍵がかかってる島に行くっていうことなのか。はい、ということで、ここはまだちょっと早そうですね。どうしようかな。そうなると、南から行くべきなんですかね。アンシエント、デザート、砂漠がある。下の方は、もうダークフォレストがあるな。でもダークフォレストも覗いていきましょうか。さあ、一応ここは門の近くなんですけど、音楽が変わりましたね。ちょっと怖い。いきなりなんか強敵が出てきて、即死とかは避けたいところですが、ああ、でもなんか、ああ、バリアみたいなの貼ってありますから、いけない感じですね。下の方にはなんか光ってるのがあるから、宝箱かひょっとしたらなんかあるのかもしれない。で、この先がもうダークフォレストなので、ちょっと降りてみましょうかね。降りれてる、大丈夫かな？待って待って、なんか怖いな。よいしょ。少しずつ降りていこう。敵がいないかどうかが心配。で、とりあえず薬と、はい、食べ物だけちょっと食べていきましょうか。食べ物と。はい、これでスタミナとか多いですね。で、ちょっと待ってよ。
旦暗いので松明で進んでいきましょうか。まあ場所どこ進んでいいのか分かりませんので、道沿いに戻る感じにしようかな。なんかいないければいいけど、あと木もちょっと切ってみましょうかね。ダークの次のなんか素材の木があるのかどうかも知りたい。暗くなって見えないかもしれませんが、木を今切っています。あ、でもソフトウッドだな。特になんか特殊なあれではない、木材ではなかったですね。 OK なら、あ、でもハテナがある。あ、ちょっと待って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 、いるいる、びっくりした。よいしょ、危な、いるや、よいしょ。で西の方、東の方にハテナがありますので、ちょっと覗いてきましょうか。いやー、ゴブリン追ってきてる？それが、あ、鹿さんか。びっくりした。鹿さんもここにいるんだね。100メーターぐらいでなんかある。ちょっとスタミナも回復していこう。道路か？道路ですね。で、なんかがあって、これは何だろう？あ、回復させるやつか。あ、やばい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 。待って待って待って。よいしょ。あ、違った。弓じゃない、弓じゃない。槍だよ、槍。しっかり当たってない。よし。OK。あー、なんと樹脂持ってるの。あ、盾が弾かれる。なんて強い。ダスト。さあ、ここは、あー、ダスト使う場所か。はい、これちょっとダストつけておきましょう。これで、あれだな、体力は回復するので、襲われても問題なしですね。ということで、場所はここと。よし、OK。さあ、ちょっと南下しながら帰りましょうかね。この道沿いにちょっと進んでいこう。いや、どうかな。敵が結構いるな。これは新しい鉱石かな？ちょっと掘っていこう。これも鉱石。ああ、あった、鈴。ここだ。はい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 。鈴。これでブロンズも作れるな。さあ、一応3つしかないんですけど、この付近におそらく鈴があるんだな。よし、明るくなったらまた来たいところですね。よし、OK。はいはいはい。場所的なのはここの近くのダークフォレストのところか。他にはないかな。ちょっと松明持っていこう。ほんで上から見た方が分かりやすいかな。特に分からない。まあ道沿いに行ってればそのうちあるかもしれない。あ、ちょっと明るくなってきましたね。鈴、どうしようかな。鈴探しに行こうかな。せっかく見つけたんで。ああ、分岐、これは分岐ですね。まあいや、海岸の方もちょっと行ってみよう。はい、こちらの方もちょっと見ていきましょうか。よし、鈴ゲットできたのでかいな。スタミナ回復しながらちょっと行こう。これはどうかな？銅の方も取っていくと。よーし。じゃあなんか変な防具とか作らなくても次のグレード作れそうな感じですね。さあ、では掘り終わりましたので進んでいきましょうか。その他なんか新しい、素材はないかな。ベリー系ぐらいですかね。槍を装備していこう。で、道沿いでこのまままっすぐと海岸に出ると。宝石は鈴。あとは何があるんだろう。今、鉄もありましたね。で、新しい敵とかは特にいない。海岸来ましたね。よしよし、海岸とりあえず来た。なんかあるのかな。
張ってるやつがありますね。あーやばい、ナイトスティールみたいなやつか、シールか。あーナイトシールいける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 、まだいる。え、いるけど、ちょっと待って、なんかこいつらいるのか、嘘だろ、護衛兵みたいなやつがいる、やばい。よいしょ、とりあえず一匹倒した。いやーなんか変なのいるな、槍投げしてくる。よし、一匹倒した。よし、さあ、これで。はい、ちょっと待って、待って、待って。縦、縦、どうした、縦。縦がない。縦。危ない、危ない、危ない。ちょっと待ってよ。よいしょ。はい、オッケー。あー、大丈夫かな。あー、でもダメージ。やばい、やばい、やばい、やばい。めっちゃついてきた。相手もついてきた。マジか。よし、ちょっとこれは薬を飲み直しましょう。体力回復の薬の方にしておきましょうか。いやーマジか、強い、威力が半端じゃないな。さあこれは少し防具をしっかりしないと本当にやばいですね。あ嘘だ、いるぞ、なんかキャプテンの、何こいつは、キャプテンの次のやつみたいなのがいる。でも弱い。オッケー、はいはいはい、オッケー。これはそこまで強くなかった、ちょっとびっくりしたけど大丈夫。はい、開ける。で、これでなんか、なんかのレシピがとりあえずもらえましたね。場所的にはここか。道のやっぱ最後の方に何かがあるみたいな。そんな感じかもしれません。で、一応海岸は終わった感じかな。OK ですかね。あ、奥にまだ光ってるのがある。ちょっとこれも見ていきましょうか。これはなんだ、ああ、石像があるな。これスタート地点にあったやつと全く一緒ですね。ちょっと待って、飛んだ。飛ばないで。よし。さあ、これ、ありましたね。この石像を見つけろ的な感じでしたよね。はい、なんか、なんだろう、これ。なんかのブレッシングって書いてあるのかな。あ、なんか、バフがついた。足が速くなるとか、そんなバフなのかな。足速くなった？よくわかりませんが、なんかのバフがつきましたね。オッケー。で、マップ的にはこちらに渡ったのか。はい。ということで、一旦こっから、あれだな。鈴の方を探しに行きたいと思います。まあ、せっかくここまで来たので、少し、さっきの体力回復付近ですね。こちらの方を回っていきましょう。さあ結局、鈴の方見つかりませんでしたね。そしてダークウッド入ると強制的に真っ暗な夜みたいな感じにさせられるので、松明が確実に必要となっていました。仕方ありませんので、ハテナが約、150メーター先ぐらいにありますので、どれぐらいだろう。まあそんなに遠くはないな。一旦ちょっと覗きに行ってきましょうかね。よし。あ、でもなんかこれ、銅像があるな。こうやってなんか守られてるやつか？一番最初の島でもこんな感じでしたよね。ああ、銅像あるな。いるな。守ってるのがいる。3体か。一旦弓矢で、どれぐらい強いんだ？そこまで強くないのか？一匹は倒せそう。槍投げ。よいしょ。さあ。危ない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 。防御、あ、一人終わりましたね。危ない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 。やばい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 、逃げろ。はい、そしたら、行っていこう。よし、オッケー。はい、一人、二人目終わった。はいはい。あとは接近戦でいけるのか？防御してみよう。防御してダメージ食らうようであれば、よし、大丈夫だ。そこまで強くはないな。よいしょ。さあ、つついていきましょう。よし。やばい。相手もつつくのか。オッケー。とりあえず全員倒しましたね。で、説明が出てましたけど、全然見逃してますね。ここもなんかあるのかな。おっ、なんかここもあるんでしょうね。なんかをしないと開かないよ的な感じだと思います。よしよしよし。とりあえずここで一個見つけた。あー、炎か。こんなのがあるのかもしれない。クエストの方はちなみに、普通のやつだと、
なんかシュレインのやつはクリアできていないですね。これもちょっと無理か。まだ何のクエストも進んでない状態となっています。よし、一旦帰りましょうか。さあ、戻ってこれましたので、一応こっからは銅の作成ですね。これ鈴はどうやって作るんだろう。鈴を作るやつはなかったですよね。スチールはある。これどうするんだ？そしてこちらは一応これを入れて、薪入れとかないといけませんね。で、肉か。そうだ、狼さんを取ってきたので、狼さんをばらしていきましょうか。あとはどうだ、鉱石。鉱石がめちゃくちゃ取ってこれたけど、これは鉄ですね。鉄結構取れた。粘土。そして銅と。これも、銅はめちゃくちゃいっぱい取ってきてありますので、まあ問題なく、銅のインゴットは作れそう。あとは銅かな。レーザー、また草いっぱいか。そんな感じですね。一応こちらでいらないものは置いていこう。これはなんだ？これが鈴か。鈴はどうするんだろう？本当に。鈴のインゴットを作るためのものが、どっかにレシピがひょっちたあるのかもしれないな。さあ、鈴の方はちょっと分かりませんでしたので、もう銅をたくさん作って防具とか作っていきましょうかね。待ってる間に、ここにウサギの罠を置いて、ウサギ飼ってましたので、これでハンティングのクエストがとりあえず1個終了できます。こちらですね。はい。ということで、リワードの方をもらって754,955ですが、まだいろいろ足りませんね。あれ、ハンティングは次はなんだ？はい。次のやつ、ちょっと受けていきましょうか。鹿か。星さんの鹿を取ってきなさいということですが、鹿なんてあんまり見かけていませんね。で、続いてはこちらか。まあどうしようかな。このスメルター、ひょっとしたらこれが、次のアイロンとか上位の鉱石を溶かせるのかなと思いますが、でもこのレシピを制作するのは、鍛造ハンマーが必要ですと。で、鉄が溶かせるようになるって書いてありますね。ということは、まずこちらも取らないといけないし、結構いろいろなものを先に取らないといけないのかもしれません。では、どうしようかな。ちょっと準備して、今度は少し南の方行ってみましょうか。このなんか岩だらけのところとかもまだ見ていないので、この中を少し探検していきましょう。さあ、それと忘れていましたが、こちらですね。錬金術関係かわかりませんが、こちらのテーブルも作っていませんでしたので、これもちょっと作っておきましょう。何が作れるのかな？ポーションのちょっと強いやつが作れる感じですかね。そういうことか。スプリントの方だとリードが必要と。いうことで、まあ薬の方も上位作れるようになりましたので、なおさらやっぱり新しい素材とかどんどん必要ですね。防具の方が変わりましたね。防具の方が一応こちら紫色のやつに変えてみました。ヘルメットの方はなんかプレミアの羽みたいなのが必要だったので、ちょっと作れていませんので、このまま見に行きましょうかね。で、南の方はこの岩場のところ、道があるのは分かってたんですけど、そこに何があるのかですね。ちょっと食べていきましょう。宝箱とかあってレシピが出ればいいんですけど、なければちょっと困る感じだな。特になんもないと目的がどこなのかがわかりませんからね。まあなんかあればラッキー程度に思っときましょうか。とりあえずコットンをいっぱい取る。よし。さあ、なんか鎧もよ、作れる段階で2タイプあったんですけど、コットン使うのと使わないのがあったんですけど、使ってない方を、作ってしまいましたね。よく見てなかった。ちょっと待って、やばい。なんかいる。待てよ。なんかイノシシと戦ってるな。イノシシと戦ってる。やばい。なんだ。
巻き添え食った。待って、さらにイノシシも来たぞなんてことだ。やばいやばい、飛んできた。ちょっと待って、何かが攻撃してきた。とりあえずイノシシさんはゲット。よいしょ。こいつなんだ。こいつはプレイゴーレム、粘土のゴーレムみたいだな。よいしょ。これはでもそこまで強くないのかな。行っていけば倒せそうな感じだな。危ない危ない、こっちじゃない、危なかった。横回避しないといけない。でも弓矢じゃ全然与えられてないな。よし、槍で近接いくか。危ないのかな。よいしょ、危ない。よし、ああ嘘だ、曲がってきた。そんなことってあるのか。もうつついてけ。あぶねえ、なんてこった。さらにつつけましたが、石が曲がった。そんなことってあるのか。あ、そしたらストーンと粘土がもらえたと。なんてこった。はいはいはい、まあいいでしょう。いや危なかったね。とりあえずゴーレムがいることが分かりましたので、ひょっとしたら何かあるのかもしれないな。さあちょっと道の方もとりあえずまっすぐ下って、あれかな、砂漠、え、まだいる？なんか声が聞こえるな。砂漠の方に行きましょうか。一回空を飛んでから行けばいいのかな、ひょっとして。空を飛ぶ、あ、間に合うか、間に合わない。さあ引っかかった。ここで休憩して、よいしょ。さあ空を飛んでちょっと見ていきましょうかね。で、この黄色いやつは変わりなく。で、こっちだ。なんかあっちの方に骨みたいなのが見えるな。はい。で、今が、まあ、南だ。こっちだ。こっちに進まないといけない。下はいませんね。次のところまで間に合うかな。回避、回避。よいしょ。さあ、間に合うか。よし。いつものように夜になってしまいましたが、あれが砂漠かな。ということで、ここらからちょっと降りながら行きましょうかね。できたら敵が出てこないうちに寝たいところですが、うん、まあもう帰るのもなんなので、このまま進みましょう。ハードウッドをとりあえず探さないといけないんだよな。この木はソフトウッドかな？ソフトウッドですね。まだソフトウッドだ。さあ、新しい木の素材が見つかっていませんので、探してこないといけませんね。あとは何だろう。宝箱とか神社じゃないか。神社も探さないといけないし、体力を回復してくれるやつとかもまだ見つかっていませんね。おし、ここは砂漠みたいです。はい、ここからが砂漠。あ、ここも行っていいのか、まだ早いのかもよく分かっていませんね。よし、ちょっとこちら。これ普通の石かな？ちょっと掘ってみましょうか。ストーン、普通の石ですね。さあ、探していこう。ああ、砂嵐が来るのか。さあ、200m ぐらいで何かがあるみたいなハテナマークついてますので、とりあえずそちらの方向かっていきましょうかね。薬の方があと2分。砂嵐で全然前は見えないと。あとは、あ、やばいぞ、なんかいるよ。ゴーレムいるよ。やだな、見つかってるのかな、ひょっとして。スプレイゴーレム見つかってますかね。こいつは大丈夫、距離あればある程度は大丈夫ですね。隣接の方が楽といえば楽だけど、でもな、あの曲がる石が結構怖いんだよな。防御できるのかな。防御はまだ手がしょぼいからやめとくか。今のうちにちょっとつついておきましょうか。よいしょ、こいつだ。わ、危ない危ない危ない、曲がってきた曲がってきた、避けれない。ただ槍の方が確実に楽ですね。 OK、 はい、倒した。これでおしまいかな。で、80m ぐらい、
80m、ああ、ありますね。ああ、炎か。体力が回復する炎の祭壇がありました。OK。よし、とりあえずつけていきましょうか。で、こちらの方角にも何かある。南だな。南の方角にも何かある。あ、待てよ。薬が切れてるので、薬だけ飲んでおきましょう。OK。さあ、砂嵐ですね。いやー、ゴーレムがめちゃくちゃ厄介だな。きつい。この曲がる石が避けられない。スタミナ、あ、ちょっと待ってよ。これナイトシールかな。あー、なんかいる。違う。これだ。待って、兵隊いるな。こいつは強いやつか弱いやつかどっちだ ?52、ソルジャー。やばい、来てる。よし、そこまで強くないやつかな。当たらない。そこまで強くないですね。よいしょ。はい、これで一人終わった。はい、あとは近接でもいけそうかな。近接、よし。近接な、相手もつついてくるからな。よし。あ、やばい。タンピオン来たよ。ターバンとか違うな。ん、シージャイアントみたいな感じか。なんかよく見えてませんが、まあ、とりあえず行きましたね。OK。これでなんかのレシピがもらえましたね。なんだろうな、これ。鎧、カプトのマークが一応書いてあるんですけど、まあ、よくわかっていません。で、もう一個とりあえず進んでいきましょうか。ついでなので、こっちも行ってみよう。宝箱だな。スタミナはある。敵は出てこない。OK。さあ、コイン100ゴールド見つかりましたね。で、場所的には結構行ってるな。さあ、かなり怖いかもしれないけど、行くしかない。で、特にはないのかな。さあ、まあ、ここに新素材とかはないのかもしれませんね。木だけ切ってみよう。ハードウッド来い。どうだ？ソフトウッドですね。残念。はい、ということで、こちらも一応、切るだけ切っていきましょうか。いや、ハードウッドがないな。まあ仕方ない。こちらの方は、OK。高いところに登って、他に何があるのかがちょっと見たい感じはします。ああ、あそこに、あれがある。骨がありますね。この骨が多分、目玉なのかな？マップ上のところにあるやつですね。そして海岸にも来ましたね。OK。いやー、どっかになんかないのかな？新素材なしですね。よし、続いては、じゃあ、このまま骨行きましょうか。これはストーンか。フリントがあれば、よかったんですけど、ストーン。ゴーレムとかが出ないかがちょっと心配。今のところ、これちょっとなんか違う石かな。見ていきましょうか。こいつも掘っていこう。これなんだ？シルバー。銀がありましたね。なるほど。砂漠は銀だ。これも取っていこう。まだこれを溶かすことはできませんが、まあ、そのうち、溶かせるようになると思いますので、取っていきましょう。よし。さあ、そして矢印じゃないや、ハテナマークが140mぐらいでありましたね。あ、そして肉が切れてる。よし。はい、普通の肉に戻ってしまいますが、一応これも食べていく。はい、ハテナマーク135mのところですね。あれもあれかな、体力回復のやつかな。見て、ああ、ちょっと待って、ハテナがどんどん増えていく。3つハテナがある。敵がいるかどうかだな。チャンピオンとかいない？ああ、いるね。なんか変なやついる。よし、こいつをつけて、いや、なんだあいつは。待てよ。こいつは、なんだろう。なんかがいる。消えた。当たった？
やばいな。そしてなんかゴブリンみたいなやつもいるな。待って、全然見えないぞ。よいしょ、やばい、飛んできた。なんか飛んできたわけじゃないのか。よし、さあ、そしたら近接で、よいしょ、オッケー。あれ、あいつまだいるな。なんだろうこれは。あ、ちょ、え、何の音。やばいやばいやばい、びっくりした。なんだ、なんでそっちから来た。やべえなこいつは。瞬間移動するのか。よいしょ、魔法系ですね。どこだ、危ない。よいしょ、まあこれ弓矢で、あ、倒せた倒せた、危なかった。初めての敵がいたな。なんか落としたかな。はい、消えて落としました。レーザーが3。いやー、なんてこった。どんどん新しい敵が来ますね。まあいいや、とりあえず次の場所に行こう。次のハテナがだいたい 100m 先ですね。場所的にはここ。ああ、骨もちょっと見てないな。骨からちょっと見ていきましょうか。なんか、え、ちょっと待って、何の音だ。なんか歩いてる音が聞こえてるけど、気のせいかな。はいはい、とりあえずこちらの方は、あー、この石があるのか。はい、これですね。はい、これまたなんか、バフがつくやつですね。で、骨がある。やっぱ速く走れる関係なのかな。特には、その他はなさそうですね。よしよしよし。はい、ということで、ハテナの方をもうちょっと見ていきましょうか。OK、もう一回バフつけ直そうかな。この人でバフをつけ直していきましょう。よし。で、HP 回復バフも一緒につくのか、重複しないのか。見ましょうかね。あ、つくね。重複してついてますね。で、次は 120m ぐらい。左の方に 180m。あ、やばいやばい。来てる。いるなぁ。こいつがいるなぁ。一発避けて、とりあえず近づくか。危ない。うわぁ、避けれてないのか。いけ。つけ、つけ。あ、じゃあ、こいつあれだ。コッパーゴーレムってなってる。待てよ。危ない。あ、でもシールドいけるのか。いやー、ゴーレム変わったぞ。銅のゴーレムに変わりましたね。硬い。ちょっとなんか違う攻撃しそう。危ねえ。ちょっと体力回復のバフついてるので、まあなんとかなるかな。もう一回2発避けるか。よし。この縦で避けれるのはかなりありがたいですね。よし。つついていけ、つついけていけ。よし、バフ切れた。ちょっとバフをもらいに行くか。ある程度近くまで行くとバフつきますから。OK。おお、なんか飛んできたよ。よし、HP 満タン。よいしょ。ほら、あー、ダメだ。近くで防御はできないんだ。あ、もういいや、もうめちゃくちゃつついていこう。よし。さあ、倒しましたね。いやー、どんどんつく。ストーンが9個。ああ、そして、あ、コッパーオレ26ですね、もらった。ああ、そしてなんか神殿がある。あ、ちょっと待ってよ。これは銀か石か、どっちだ。と掘っていきましょうか。あ、シルバーだ。銀ですね。よし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 、取っていこう。よし、これで OK。いやー、どの順番で行くのか全くわかりませんけど、やっぱこういうないところから新しい素材見つけるのは楽しいですね。よし、オッケー。で、耐久値の方は弓がやばいだけで、やっぱり少し上のレベルに行ったので、あれか。耐久値も上がってますね。かなり上がってる。全然減ってない。あ、ちょっとなんか来た。何何何何何、やばいな。なんか、あ、なんかエリアシュレインって出たな。どういうことだ。なんかわからんけど来たかもしれない。さあ、ちょっと一周していきましょう。わあ、やばい、なんか金色の鎧のやついるぞ。これ誰、やばい、3体か。3体いますね。よいしょ。どれぐらい強い、
70、やばい28、大丈夫かな、そこまで強くはないのか。はいはいはい、槍やばい、敵そういえば3回ついてくる時があるから、やばい、結構強いじゃん。まずいぞ、逃げろ。 HP を回復するところまで行きましょうか。バフつけたい。いやー強いな、思ったより強いな、意外と強い。さあ逃げていきましょう。薬がもう切れてるからスタミナが回復が遅いのか。よし、これで HP は回復ですね。 OK。 あ、止まってるので後ろから撃っていこう。はい、1人やりました。もう1人いますね。よいしょ、はい、この2人目も終わりそう。はい、 OK。 あとは1人か。やり投げのやつだけですかね。どこだ、全然見えないな。砂嵐がひどい。スタミナの薬飲んでいきましょう。バフ切れた。だけど多分あと1人なんで、そこまで問題じゃないな。もう1人どこにいるかが問題だ。いた。よいしょ、よし、大丈夫。オッケー。さあこれは何だろう。ロック、ダメだ、解除できない。これ2つ目ですね、解除できないやつがいてね。ちょっとびっくりした。木が揺れてるだけか。はい、ということで、こっちにも190何メーターかにももう1個何かがあるので、ちょっとそちらの方行ってきましょうか。結構行く場所多いですね。で、あ、宝箱がある。レシピ来い、レシピは来ない。コインが100と。さあ90m。 あー、なんか柱があるな。敵は出てくる？出てこない？ここだ、ここだけど何かがわからん。切り株がある。違うな、ちょっとなんかいる、なんかいるけど、今度はなんだ、誰だ。シルバー、防げる、防げるかどうかだな。よし、オッケー、防げる。いやー硬いんだよな。わあ、食らう、ここで食らうのか。2回よ、あー、ダメだ、やばい、これはまずい。逃げろ。ゴーレムをここは倒していかないとダメみたいですね。ちょっとまだ強いな。逃げろ逃げろ。はい、ということで、ちょっと砂漠に行くにはまだちょっと攻撃が弱いかなという気がしますので、まあここまで来ましたが、一旦ですね、拠点の方に戻っていこうと思います。さあこちら帰り道ですけど、砂漠から、西の方に行って、まあそのまま北に帰ろうと思いますので、少し山の方を寄り道していきましょうか。 100m 先ぐらいにハテナがあるので、まあ、そちらもちょっと覗いていこうかなと思います。ちょっと、なんかいた？やばい、こいつか。やばい、ちょっと待って、なんかいた。ゴブリンみたいなやつもいた。なんてことだ、これは困ったぞ。しかもなんか赤いな。まずはこいつから倒していく必要があるかな。よいしょ、やばい、なんか魔法使うやつがいるんだよな。よいしょ、あー、攻撃が強い、めちゃくちゃ強いぞ。よし、オッケー。木を使えば相手の攻撃が避けれる。危ない、危なかった。今のはかなりやばかったですね。これなんだ、本当に。よいしょ、すぐ撃ってくるな。危ないねこいつは。よいしょ、しっかりと狙っていきましょう。ゴブリンいないのでまだ楽かな。なんだこいつは。よいしょ、危ない、あー、食らった。あ、嘘だ、そんなに持ってかれるのか。めちゃくちゃ危ないな、こいつ。困ったな。危ない。あ、弓矢どこだ？どっから来る？危ないな。全然違うところ来た。よいしょ。はい、撃っていく。当たらない。よいしょ。さあ、スタミナ回復しながら行こう。あともうちょいか。ヘッドショットとかこいつにはないのかな。どっか行った、死んだ、危なかった、なんかに襲われたぞ。
はい、ということで、ここにも、ありますね。よし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 。狼ぐらいなら大丈夫だよね。これきっと。あ、なんかしかも違う鉱石もあるな。よいしょ。はい、狼さんは強くないと。よし、オッケー。あと一匹いたよね。まあ、先にこれをつけてしまいましょうか。オッケー。はい、これで HP の方が回復。よし。はい、オッケー。よーし。さあ、そしたらこちらの方も掘っていきましょうか。外れる。金かなこれ。あ、やっぱゴールドですね。この色は。いや、シルバー、ゴールド。そして、アイロンか。まだ溶かせないものがいっぱい。鈴すら溶けてないですからね。まあ、これもいずれ使うと思うので、しっかりと今のうちに取っておきましょうか。やばいな。弓の耐久値がもうない。よし、変えて修理しないといけませんね。なんかの作業台。宝箱かなんかかな。何かよくわかりませんけど、なんかの作業台を触ると、耐久値が全部戻っていたので、なんか触ればもう大丈夫。いちいち直さなくてもいいんだと思います。ちなみに現在ここですので、どうしようかな。この木の方向をちょっと覗きながら、帰りましょうかね。正面に見えていますので、これ登れないか。浮いていかないと登れない。よいしょ、なんだろう、これは。3つの石像みたいなやつね。弓かなんかなのかな。さあ、とりあえず、このまま、OK、見た。これが、これですね。槍かなんかかな。はい、とりあえず、高いところまで登ってしまいましょうか。よいしょ。はい、これで結構見晴らしは良くなりましたね。ハテナが、あ、ちょっとなんかあそこにあるな。あれは行くべきか?ここ、帰り道っちゃ帰り道ですね。ちょっと行ってきましょうか。でもあっちにもなんか鉱石っぽいのがあるので、それも見ていきましょう。釣りが切れる。鉄か。鉄ですかね。さあ、新しいやつ。行っていく。鉄ですね。ああ、鈴の方がなんかレアな感じがするな。ああ、そして荷物がいっぱいだ。さあ、ちょっと困ったぞ。鉄が、もし持って、ああ、もうインベントリーの中に入るようになっちゃったのか。まあ、それでも持てれば問題なしですね。よし。さあ、しっかりと鉄溶かせるようになったら、もう集めなくていいぐらい、もう持ってるかな。スチールだから、鉄と炭かなんかでやるのかもしれないですね。では、またなんかいるかな。メデューサ。メデューサみたいなやつ一番厄介だな、今のところ。オーレムよりもメデューサの方が大変なので、できたらそいつは来てほしくない。さあ、このそば、いますかね。大丈夫か?ノーガードか。はい、ということで、これも灯していきましょう。OK。現在、ここですね。はい、ということで、まあ、これはこのままもう帰れると思いますので、まっすぐ帰りましょうか。あ、戻ってきましたね。いや、大変でしたが、まあ、いろいろなものが手に入ったので、まあ、それはかなり良かったですね。それとですね、しっかり忘れていましたが、鈴。どれだ?鈴。これだ。これを納品まだしていませんでしたので、こちら納品して、一応クエストの方を一つ終わろうかなと思います。あとはどうしようかな。イノシシと狼。狼もひょっとしたら倒せというのが来るかもしれませんね。で、どうしよう。ポーションいらないのは置いていく。酒もかなりいっぱいになってきましたので、ちょっと置いていきましょうか。で、石。で、こちらでちょっとスッキリですね。OK。さあ、では、一応こちらで鈴の方が納品効きますので、鈴を納品していきましょう。ちなみにですね、帰り道にここですね。ここもなんか敵が守ってる神殿っぽいのがありましたので、
それもちょっと調査していかないといけないかなというところです。で、こちらで、どれだ？マイニング、これですね。こちらの方が終わったので、1500もらいます。3の方は何が必要なんだ？シルバーとゴールドか。これもいけますので、一気に行ってしまいましょうか。まあ、そんな感じはしたけど、やっぱりそうなんですね。ゴールド、シルバーも今取ってきたやつがある。鉄とか要求されないんですね。で、とりあえず、こちら、鉄もいっぱいあるので、鉄を早く溶かしたいね。シルバーとゴールドですね。ゴールドの方がちょっと少ない気もするな。あとは、肉食べてないと HP 回復しないのかな？普通には回復しない感じですね。OK。で、持ち物に関しては、なんか装備していないものは家に入ると耐久値戻りましたね。で、これを納品でリワード3000ですね。そして、マイニング、4です。4の方はアイロン。よし、これもいける。さあ、お金大量ゲットできますね。アイロンの方がめちゃくちゃ取ってきたからな。ゴールド、シルバーよりもひょっとしたらアイロンの方が価値が高いのか？そんな感じなのですかね。シルバー、ゴールド、かなり数が、これ違う。これ鈴か。で、シルバーの方がこれか。50、66ぐらいですね。で、粘土、バー。バーはちょっと違うところにしましょうか。で、シルバー、ゴールド。で、これが鈴。鈴の方があんまり見つかってないな。はい、ということで、こちら。で、鉄だ。鉄が、こんだけありますので、しっかりと納品してこよう。お金がこれでいっぱいもらえる。よし、さあお金貯まってきたので、問題はこれで、何をもらうかだな。マイニングの4ですね。はい、こちらの方、リワードもらいましょう。これで一応マイニングの方のクエストは終わったということで、4まであると。いう感じですね。で、1万5000持ってて、さらに750、ちょっと、あれかな、装備のやつ安いのが結構あったのかもしれない。全然見てなかったですね。一応こちら取っていきましょう。で、その他に欲しいのは、これは何だろう、アローレシピ。ファイヤーアローレシピですね。で、こちらの方と、で、これも取っていいのかな。まだ、もう高いけど、こっち先取るか。そして、スチールのレシピがあるんですが、これもまだ、高い。もういいや。取れるやつから取っていこう。こちら3000のやつも取ってしまいましょうかね。あとは、なんか、シルバーナイトとかのレシピがあるんですが、これがいまいちまだ分かっていませんので、また、ゆっくりと、どういうものか見ていきましょう。はい。ということで、今日は、ちょっといろいろなところを旅出ました。北の方がまだ完全に行けていませんので、また北の方とか、右下の方ですね。こちらも行けていませんので、また行ってみたいと思います。では今日はこれぐらいにして、また次回この続きやっていきましょう。皆様、ありがとうございました。Thank you.